回目のレッスンよろしくお願いします。お願いします。なんか息のこう強弱というか、うん、こう安定しないな。音量も音程もなんかどっちもですね、なんか安定感がないなという感じがします。なるほど。そしたら最初にまず前回も同じくやってるんですけど、加工系のスケールやってみましょうか。はい、OK です。今吹いている時にどうやって音程をコントロールして、どうやって音量だったりをコントロールしようっていう風に思っていますか？多分今できることが集大成されて音として今出てくれてるんだと思うんですけど、安定しない理由としてはおそらくそのやってみた感が若干強くって、その吹く時に、まあ、歌とかでもピッチを取ろうとするじゃないですか。ドシラソファミレドって歌った時に何も考えないとドシラソファミレドみたいな、ちょっとこう音程が踊ってしまったりとか、音色が変わっちゃったり音量が変わっちゃったりっていうことが起きやすくなるんですけど、じゃあしっかり音程を保って音量を保って滑らかに演奏しましょうって言ったら、そこにちょっとフォーカスがいって気をつけると思うんですけど、今多分その気をつけるっていうところが抜けちゃってるのかなっていうのが一つあって、で多分どうやって気をつけるか分かんないからとりあえず吹いてるっていうのも一つあると思うので、今ソの音を伸ばした時の音色はすごく綺麗に出ているので、それを上に上げようと思った時にどうしてもこの横隔膜の位置をグンって引き上げるよりも先にうんってこう口自体に力が入ってしまうと、無理やりにその音程を出しているので、少しでもこの唇のコンディションが変わってしまった時にピッチが揺れやすくなってしまう。なのでできればそのソの音を出した後に無理やりにこういう風に上がっていくんじゃなくて、息のスピードをしっかりとその息をいっぱいってやった時とか、遠くのろうそくを消す時みたいに勢いのあるスピード感のある息を出そうっていう風な意識をより持ってあげると息自体が安定してきてくれるので、まず音階を吹く前に一回その音を出したら、このグッと力入れたやつをふー、息のスピードを上げてみる、上げるイメージを持ってあげるっていう形でドに上がってみましょうか。今いい音です。さっきよりいい音になってるなって感じあります？ ありますね。やっぱ今体見ててもちょっとクッとなったので、しっかり上げようという意識が働いたんじゃないかなと。もう一回やっておきましょう。はい、上手になってる。あ、よかった。なのでどうしても上上がろうと思った時に一番最初についてた癖というか吹き方としてのどん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 唇を押し付けていくマウスピースにっていうところが出てきてしまうと、音色的な部分だったり安定感という部分が損なわれやすくなってしまうので、そこは自分で対策をかけてあげるようにしましょう。でたまにその吹き始めた時にこういうって苦しそうな音になっちゃう時があると思うんですけど、その原因っていつも綺麗に出る時とそういう風な音になっちゃう時ってなんか体感違うものってありますか？いやー、わからないですね。なんか結構、うん、バラバラというか、うん、原因がよく分かってないですね。吹いてみたらあ、なんか変な音だっていうような、そんな感じ。そうです。安定しないです。なるほど。やっぱ今私がその同じような音色を真似しようとした時に何をするかっていうと、まあ、喉に力を入れてあげて口の中の容積をこう狭くしてあげると、まあ、声を出す時にグッてなった苦しい感じっていうのがそのままトランペットも同じように音色として出てくるので、まあ、口の中の容積というか口の
なんかちょっと狭くなっている時にペアっていう風な音になるんじゃないかなと思うのね。一旦その前にやった全部押してってやるのに近いんですけど、マウスピースを口の中に入れた時の口の中の状態を覚えておいて、はい、そのままほーっていうの。で、口の中が広くなるっていうことは、出口の部分のが広くなるわけだから、どうしても息のスピード下がって、音程が今みたいに下がってしまうので、しっかりこのピボットで音を安定させてあげる。逆にいつも吹きやすいような、吹き方、いつも吹いてる形でその音を出してから、徐々にさっきのほーっていう状態に近づけていってみてもらってもいいですか、口の中を。ちゃんと下がったってことは、口の中の容積が確実に広くはなってる。だけど広くして音程が下がってしまったら意味がないので、その分を息のスピードの方で補わなくてはならないってところなので、今多分音色的な部分で悪いところが出やすいのは、吹きやすい状態っていうのがちょっとその口の中が狭い状態がデフォルトになってしまっているのが原因なんだと思うので、練習をしている時にほんの少しずつでいいので、口の中の容積を少し広くしてあげる練習っていうのをすると、響きのある音になりやすくなると思います。息を出す方向なんですけど、なんかこう闇雲に出しちゃうとビャーって広がっちゃったりするので、分からなくなった時限定でいいんですけど、このベルの中心、この辺、自分が見えるベルの位置、ここに目がけて息をダンって当ててあげるイメージを持つと、少しまっすぐ息が出てくれるかなと思うので、一回その音、そこのベルの場所にパンって当てるイメージを持って吹いてみましょうか。そう、たまに息がこう泳いでしまう時があるので、分からなくなった時はこのベルにぶつけるイメージ持ってあげると、さっきよりもしっかりこう息というか音が安定して聞こえると思うので、自分で吹いててなんか息が頼りないなっていう風に感じた時には、その対策をしてみてください。ただもう一回、ソードー、お腹のピボットの位置で上げてあげて、ソードー、シラソファミレド。で、この時に指がこうふにゃふにゃふにゃってなっちゃうと、それもまたこう音がふにゃふにゃする原因になっちゃうので、指を押す時は、ドーシラソファミレド、しっかりと素早く確実に、ここの部分に当ててあげる。で、その押した瞬間が打点というよりも、押してこのここについた瞬間が打点になるので、自分が思ってるよりも少し早く押してあげないと遅れてしまうので、この 1.5 センチぐらいの棒を下に振り下ろす時間を考えて、ドシラソファミレとしっかり奥まで押し込んであげましょう。なんか一番下の時、レドぐらいからはちょっと自分の中でおーっていうようなイメージを持ってあげると、下が綺麗にそこでストンって入ってくれやすくなるはず。一回それ意識してやってみましょう。はい、いい感じです。さっき言ってたこの息をまっすぐ入れるイメージもいい感じに、さっきに比べて
作用してくれていい感じに聞こえているので、吹き始めた時と今とだと自分の音の満足度って上がってますか？そうですね、はい、少し上がりました、はい、そうですね、今吹いてる感じ、慣れてしまえば全然その、なんだろう、始めたばっかりの音っていう感じも全然しないぐらい安定して息は出てくれているので、でもまだやっぱり加工していくっていう部分でこういろいろ、例えば喉を広げなきゃいけないとか、息まっすぐ出さなきゃいけないとか、口の中の容積とか、いろんなことを考えてる分、こうちょっとこうハテナがどっかで出てきやすいかなと思うんですけど、慣れてきてしまえばもう本当に当たり前にこういうことができると思うので、今まで下がるだけだったんですけど、ドからじゃなくていいので、今みたいに上げてもらって、戻ってくるっていうのを宿題に出したくって、はい、本当にベーシックな B フラットのメジャースケールなので、これはまあ最低限これ以上、難しいスケールをやったりとかいうことはないので、これだけはもういつでも吹けますよっていうような最低限のスケールとしてこの宿題を出します。はい、運指も戻ってくるだけなんですけど、今吹いていたら不安になりますか？そうですね逆、分かんなくなります、逆だと。なのでこれについてはドシドソファミレードの運指をホワイトボードとかに書いてもらって逆から読むっていうのをやってもらうと見やすいと思うので、はい、で、なんか運指書くときに私がおすすめしてる書き方があるんですけど、もう自分で書いた方が覚えやすいと思うので何かを配ったりとかは特にないんですけど、ベルを書いてもらって丸丸丸で、まあ、こういう風になんかこういう風に書いといてもらうと、どーあれかれーでもうあと書く必要ないので、みーファーソー、まあ、こういう風にドレミファソって書いたときに、どっちが自分のベル側なのかマウスピース側なのかが分かると思うので、丸3つ書いてもらって、そこを塗っていくっていう形が多分一番自分で書く運指としては分からなくなりづらいと思うので、なるほど、はい、まあ、1、2、3とか書いてもらってもいいし、こんな形でちょっと自分なりに分かりやすいドレミファソラシドドシドソファミレドっていうのが分かる表をちょっと書いてみてください。はい、分かりました。もしよかったら次回のレッスンの時に見せていただけたら、はい、何でもいいですか、スパッとでも。よし。あー、どうしようかな、せっかく書くんだったら、ドレミファソラシドとドドレミファソララシシドの半音階、前にやったやつと、2パターン書いてもらえたらチェックするので、それを しばらくは見ながら練習するっていう形にしましょう。はい、分かりました。そしたら、ジングルもしよかったら聞かせてください。はい、でもあれ加工系とあんま変わんないですよね。確かに。最後はダウンなんですよね、これ。そうなんです、はい、ダウン。そしたら今日教えると、まあ、はい、まあ、で途中で終わっちゃってるんですけど、だいたい1オクターブぐらい下げるイメージで、ダウン、まあ下のどの音が鳴らないぐらいまで下げる、または2個目、2パターンって、今のは口だけで下げたんですけど、ただこのプロラってやってるだけなんですけど、運指は関係なくやると間のところを通ってくれるので、いろんな音が入って下まで降りることができる。なるほど。最初こっちでバラバラってやった方が綺麗に入るかなと思うので、試しにターランターランっていうのも入れてみましょうか。はい、
んだんデクレッシェンドをかけていくようなイメージで、ちょっと長今短めなので途中で終わっちゃってるかもしれないので、なんかダウン、そこまで降りてみましょうか。1オクターブぐらい。そうですね、その何も押さない形では今みたいな感じで、ちょっと私は下に行った時にマウスピースを少し、てか口を少しマウスピースから離していくとデューンって入りやすいかもしれない。ちょっとやってみよう。一番上のトーンだけで、そう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 、あ、いい感じです。おお、なんで今綺麗でしたね。わかりました。ダウンの練習、今のこの2パターン、口だけで下げるパターン、動かしてあげるパターン、長いのと、今のは割とちょっと短めなので、まあ結構下の方まで長めに下ろしてあげるのとか、多分練習になる、すごいイメージ、その自分の出したい音のイメージっていうのが、多分フォール結構使いたいと思うので、もしトランペット取るってなった時に、なの、あ、取るってなった時なので、今の練習を、まあ、どの練習どでやってみたり、例えばとかこういう形でいろんな音でやってあげると、まあ、いろんな音で出てきた時にしっかり実用的に使っていけると思うので、なんか遊びだと思っていろんな音程から降りてみるっていう練習、ぜひ上の方に音程がいけばいくほど、そのま下に降りやすくなってくるので、自分が出る音上の方に少し進んでみるっていうのもいいかもしれないです。はい、ちなみに最近上の方の音は出してますか？いや、全然出してないですね。了解です。そしたら宿題はさっきの運指を書くのと、下がって上がってっていう練習と、このホールだけで大丈夫なので、次回のレッスンで少し上の音も出していくっていうのをやっていきましょう。はい、分かりました。ジングル演奏してるときすごいなんかイメージが多分自分の中にあるので、あの音楽的に演奏ができていたので、なんかそのなんだろうな、次回のレッスンでハイノートの練習を少しやったら、何かこうシンプルなメロディーをその拡張した音域の中で自分で何個かそのペットだけのメロディー、ジングル的な2小節3、4小節のものをなんか 1,2 個自分の課題として作ってみて、実際に吹いてみるっていうのを添削していく形に変えてった方が、もしかしたらそのこれどうやってやるんですかみたいな実用的なところで実際自分の曲の中で使っていきやすくなっていくかなと思うので、でも音階の練習やったりとか、まあ、もちろんそのタンギングの練習とかもやりたいんですけど、曲中で絶対タンギングは出てくるし、まあ、フォールが出てきたりとか、やりたいことがどんどん実用的にやっていけるかなと思うので、次回はちょっと宿題が多いのでそれはやらなくて大丈夫なので、次回からはそれを何個かやっていくっていうのを、できれば、まあ、前レッスン2フレーズずつちょっと自分の中でイメージ違いみたいなのをトランペットで作ってもらうと、なんかファンファーレっぽいやつとかちょっとエモーショナルなものとか、なんか実際そうね、自分が作るで作りそうなメロディーやっていくのが良さそうな気がしました。はい、お疲れ様でした。